2008年の野球において、メジャーリーグベースボール優勝決定戦の第104回ワールドシリーズは、10月22日から29日にかけて、計5試合が開催された。その結果、フィラデルフィアフィリーズが、タンパベーレーズを4勝1敗で下し、28年ぶり2回目の優勝を果たした。第1.2戦は、屋根が開閉しないタイプのドーム球場である、 トロピカーナフィールドで開催された。このような球場でシリーズが行われたのは1991年以来17年ぶりである。これに対し第3戦からの3試合は屋根なし球場のシチズンズバンクパークで開催された。その結果シリーズは雨の影響を受けた。第3戦は試合開始が遅れて史上最も遅い午後10時6分となり、 翌日午前1時47分まで続いた。第5戦は6回表終了時点で、シリーズ史上初のサスペンデッドゲームとなり、再開まで、およそ46時間を要した。シリーズ MVP には、第1戦と第5戦に先発登板して、計13.0イニングを投げ、1勝0敗。 防御率2.77という成績を残したフィリーズのコール・ハメルズが選出された。今シーズン途中より MLB では本塁打に関するプレーに限定してビデオ判定が導入された。ただし今シリーズではシリーズ史上初のビデオ判定が行われる機会はなかった。一方、ビデオ判定対象外のプレーでは後に審判が自ら誤審を認めることになる判定が 第3戦、第4戦の2試合連続であった。10月15日にまず、ナショナルリーグで、フィリーズが、そして19日には、アメリカンリーグで、レイズが、それぞれリーグ優勝を決めて、ワールドシリーズへ駒を進めた。7月15日に、ニューヨーク州ニューヨークのヤンキースタジアムで開催された、オールスターゲームは、アメリカンリーグが、ナショナルリーグに4から3で勝利した。 この結果、ワールドシリーズの第1.26.7戦を本拠地で開催できるホームフィールドアドバンテージはアメリカンリーグ優勝チームに与えられることになった。このオールスターにはフィリーズからは、投手はブラッドリッジ、野手はチェイス・アトリーが選出された。一方のレイズからは、投手はスコット・カズミアー、野手はディオナーナ・バーロとエヴァン・ロンゴリアの 計3人が名を連ねた試合は、ナショナルリーグの1点リードで迎えた8回裏、西2塁で、ロンゴリアが、ビリー・ワグナーから適時にルイダを放って、同点とし、延長戦に突入した。14回終了時点でも3から3の同点のまま、アメリカンリーグではカズミアが、ナショナルリーグではリッチが、それぞれ登板可能投手の中で最後に残った。 カズミアが2日前の試合で104球を投じていたためアメリカンリーグ監督のテリー・フランコーナに対しレーズは当番回避を要請していたが他に投手がいなくなりフランコーナはやむなくカズミアを15回表のマウンドへ送ったカズミアはナショナルリーグ打線に勝ち越し点を許さずその裏にはリッジがマウンドに上がったリッチは9回以降のマイイニングで登板に備えて 肩を作っており、シーズン中は、出番前に一度しかしない、肩作りをこの日は7度もしていた。一試一塁の場面では、リッジとナバーロの対戦があり、ナバーロが中前打を放って、後期を広げた。その後、リッジは一試万塁から、マイケル・ヤングに、犠牲フライを打たれ、サヨナラ負けを起死した。この結果、カズミアが、勝利投手となり、一方のリッジは、 敗戦投手となった。アドバンテージについてカズミアは、ロンゴリアやナバーロと話をしていて、頭の片隅で意識はしていたという。15回裏を終えても決着がつかなかった場合、カズミア自身はもう1イニングは投げられたというものの、指名打者ロンゴリアや、右翼手、JD ドリューなどは、自らがマウンドを引き継ぐことも想定していた。野手の登板について、リッチは、 自分はシーズン中は1イニング限定の起用が多かったからどこまで投げ続けられるかわからなかった。ただ、ワールドシリーズのアドバンテージがかかる試合で野手を投げさせたい人がいないのはわかると述べた。アドバンテージをオールスターゲームの結果で決めるようになった2003年以降、オールスターゲームの敗戦投手がその年のワールドシリーズに出場するのは今回が初めてである。 リッチはアドバンテージがフィリーズにないことについて今年のうちは敵地でもよく戦えていたからそれがシリーズでも続いてくれるといいんだけどと話しているレイズは1998年にタンパベーデビルレイズとして創設されたレギュラーシーズン中のインターリーグでデビルレイズとフィリーズは同年から2001年までの4年間と2006年に3試合ずつ 計15試合で対戦しており、デビルレイズが10勝5敗で勝ち越している。直近の対戦は2006年6月に、フィリーズの本拠地、シチズンズ・バンク・パークで3連戦が行われ、デビルレイズが2勝1敗で勝ち越した。2008年のワールドシリーズは10月22日に開幕し、途中に移動日と、雨天中断を挟んで8日間で5試合が行われた。日程、結果は、 以下の通り。勝ち、コール・ハメルズ・ハイ、スコット・カズミア S エス、ブラッド・リッチ・ホン・ルイ・ダ・ファイ、チェイス・アトリー1号・二ラン・ティービ b ーカール・クロフォード1号・ソロ・審判、急審、ティム・ウェルキー、累審、1類、カーウィン、ダンディ、2類、フィールディン・カルブレス、3類、トム・ハリオン、ソト・シン、左翼、ジェフ・ケロッグ、右翼、ティム・チダ試合開始時刻。 東武夏時間午後8時38分。試合時間、3時間23分観客、4783人。気温、歌詞72度詳細。mlb.com ゲームで espn.com、b a s e b a l l r e f e r e n c c o m ファングラフス試合開始前のセレモニーで。 ファウルライン沿いに整列する両チームの選手たちこの試合の先発投手はレイズはスコット・カズミアーフィリーズはコール・ハメルズこの二人には2002年のドラフト一巡目で高校からプロ入りした24歳のサワン投手という共通点があるお互いについてカズミアーはそれぞれマイナーリーグを下から一段一段駆け上がってきたようだ 彼を見る機会はたくさんあったし、キャリアもなんとなく追っていた。ハメルズは同じ経験をしなければならなかったから、彼の気持ちも同じ程度にはわかると話した。初回表、フィリーズは1死から2番ジェイソン・ワースが子球を選び、出塁する。自打者チェイス・ワトリーは、レーズナイア人が右寄りのシフトを敷いているのを見て三塁線へのセーフティバントを試みたが、 ファウルとなり失敗した。しかし2球で2ストライクに追い込まれた後、にボール2ストライクからの6球目を捉えると、右翼席へ飛び込む2点本塁打となり、フィリーズに先制点をもたらした。アトリーは、ここのファンは、熱狂的だから、早めに何点か取って静かにさせておきたかった。いい仕事ができたんじゃないかなと胸を張った。 実際に、レイズのファンはカウベルを鳴らして応援していたが、アトリーのこの一打の直後はその音が止まった。その裏、レイズは、先頭打者の岩村明則が一塁内アンダで、出塁するが、2番、BJ アップトンが二五郎併殺に倒れ、反撃とはならなかった。2回以降もフィリーズ打線はカズミヤを攻め立てる。2回表は1アンダに至急四球で一死万塁とし、1番、 ジミー・ロリンズの中飛で三塁走者シェーン・ビクトリーノが、タッチアップからの生還を試みるも、中堅守アップトンの早球に奮死した。三回表は、先頭打者ワースの二塁打をきっかけに一死三塁となったが、四番ライアン・ハワードと五番パット・バレルが、連続三振に仕留められた。四回表は、一死二点三塁から九番、カルロス・ルイーズの夕頃の間に三塁走者。 ビクトリーノが帰って1点を挙げたものの、後続が立たれて4点目以降は奪えなかった。5回表は西から死球と敵室で1、2塁としながら、6番、ビクトリーノは2頃に打ち取られた。フィリーズ打線は、結局、2回から5回まで4イニング連続で走者を、得点圏へ進めながら1得点のみ、試合を通じても得点圏では13位打数無安打に、終わった。試合後、 ビクトリーのは、ちょっと待て、13の例はあり得ないだろう。俺は得点したんだぞと、当初は数字を信じようとしなかった。レーズ打線は3回裏、一種から8番弁ゾブリストのサゼンダを皮切りに、満塁の後期を迎えた。しかし2番アップトンが、初回裏に続きまたも、内野ゴロ閉殺と、得点を奪うことができなかった。ハメルズは、この場面を、アップトンはすぐに、 試合の流れを変えることができる選手だから、ゴロで併殺にできたのは大きかったと振り返る。だが、レイズ脱線も、ハメルズの前に沈黙したままでは終わらない。点差を3点に広げられた、直後の4回裏には、5番、カール・クロフォードのソロ本塁打ですぐさまに点差に戻した。さらに5回裏、西無双者から9番ジェイソン・バートレットが至急で、出塁し、 盗塁で二塁へ進むと、自打者、岩村の敵時二塁打で一点差に迫った。ただ、なおも続く西二塁では、二番アップトーンが一座日と、追いつくことはできなかった。この日のハメルズは、チェンジワップを、大投げし、七イニングを二失点でまとめた。岩村は、ハメルズから三安打を放ったものの、二番アップトーンから四番エヴァンロンゴリアまでの、 後続三人が無安打後三振に封じられ、今日は僕を含め、交わされた感があると思うと振り返った。七回表からレーズは系投に入る。その回は、JP ハウエルが西1.3塁の危機を招いたが、グラント・バルフォアがマウンドに上がり、六番ビクトリーの空振り三振に抑えた。バルフォアはこれにより、1996年、1998年の、 グレアムロイドに次史上二人目となる、オーストラリア出身選手のシリーズ出場を果たした。バルフォアワイニングをまたいで8回表を三者凡退に、封じた後、9回表に1死1二塁とされた。ここで、左打者の4番ハワードに対しては、左投手、トレバー・ミラーが、ワンポイントで投板して見逃し三振とし、右打者の5番、エリック・ブラントレットは、 右投手のダン・ウィーラーが2比に打ち取って、窮地を脱した。レイズ投手陣は点差を1点に保ったまま、味方打線の反撃を待つ。しかし、フィリーズ投手陣も、8回裏は、ライアン・マドソンが、9回裏は抑え投手・ブラッド・リッチが、それぞれ三者分体に抑えた。4番、ロンゴリアは、リッチが、右打者と対戦した映像を、約25打席分見て研究していたというが、 あえなく4球で、空振り三振となり、実際に打席に立ってみたら全くの別物。スライダー一辺倒で速球が一球もないなんてと、話した。自打者、クロフォードの三者比で試合が終了し、フィリーズが戦勝した。この試合の勝利投手は、ハメルズとなった。ハメルズはこれで、地区シリーズとリーグ優勝決定戦に続き、ワールドシリーズでも、 第一戦の勝利投手になった。ポストシーズンの3シリーズすべてで、第一戦の勝利投手になったのは、1996年のジョン・スモルツと1998年のデビッド・ウェルズ、2007年のジョシュ・ベケットに次いで、ハメルズが4人目である。勝ち、ジェームズ・シールズ杯、ブレッド・マイヤーズ・ホン・ルイダー・ファイ、エリック・ブラントレット1号ソロ審判、急審、カーウィン、 ダンディー、シン、一塁、フィールディン・カルブレス、二塁、トム・ハリオン、三塁、ジェフ・ケロッグ、ソト・シン、左翼、ティム・チダ、右翼、ティム・ウェルキー試合開始時刻、東部夏時間午後8時30分試合時間、3時間5分、観客、4843人気温、歌詞72度。詳細、mlb.com ゲームで、espn.com。 b a s e b a l l d r e f e r e n c e c o m ファングラフス、ジェイソン・バートレットは4回裏 1c1.3 塁で、打席に立つと、スクイズを、初球は失敗したものの2球目で決めた、初回裏、レーズの先頭打者、岩村明則が、フィリーズ先発投手、ブレットマイヤーズの投球に一度もバットを振ることなく、子球を選び出塁する。 岩村はこの打席の意図と結果を、球を見ようと思っていたし、あの打席は本当に勝てたな、という感じがあると話す。自打者、BJ アップトンは、0ボール2ストライクからの3球目を、右前へ運ぶ。右翼手、ジェイソン・ワースがこの打球を処理する際に、グラブからこぼす失策を犯し、無視2.3塁となった。この場面で、 フィリーズナイア人は全身守備をしかなかった。レイズは3番、カルロスペーニャと4番エヴァン・ロンゴリアが、いずれも、夕頃に倒れたものの、走者が、一人ずつ帰り2点を先制した。レイズ監督のジョー・マドンは、この点の取り方を、ゴロ、ゴロで2点。どれだけ嬉しかったか。アウトを使い点を取る、こういうチームになりたかった。実に、美しいと、大いに称賛した。 二打者連続で、打点付き内野ゴロという点の取り方は、シリーズ史上では1923年の、ニューヨークジャイアンツ以来85年ぶりである。二回裏、一死一塁で打席に立った8番、ロッコバルデッリが、フルカウントからの6球目にハーフスウィングをした。ここで球審のカーウィン、ダンリーが、右手を上げる、ストライク宣告のようなジェスチャーを一旦取った後、一塁累進。 フィールディン・カルブレスに判定を言うだね。カルブレスがスイングを認めなかったためバルデリは至球で出塁した。フィリーズのベンチからは監督のチャーリー・マニエルが出てきて、ダンリーに確認を求めるなど、混乱が生じた。2死万塁となり、2番アップトンの敵地打で、レイズが3点目を奪った。さらに4回裏、レイズが4点目を挙げる。1死1.3塁から、 9番ジェイソン・バートレットが、スクイズを決めた。三塁走者クリフ・フロイドは35歳のベテランで、足も速くないため、スクイズのサインが出た時ペーニャは、おお、主よと口走ってしまったという。初級のスーサイドスクイズはバートレットがファウルしたため、失敗に終わったものの、2球目は、セーフティスクイズに切り替えて成功させた。レイズの先発投手。 ジェームズ・シールズに対しフィリーズ打線は2回表から5回表まで4イニング連続で先頭打者を出塁させながらいずれも無得点に終わった2回表と3回表は先頭打者に二塁打が出ながら後続に安打がなかったこれで前日から続く得点圏での連続打数無安打記録は19に伸びシリーズ歴代2位の長さになった 4回表1死2塁で6番シェーンビクトリーノが内野安打を放ち記録は止まったがこれも得点には繋がらない7番グレッグダブスは2回表1死12塁と4回表1死1.3塁で共に三振に倒れせめてバットに当てて打球をインプレーにしなきゃいけなかった個人的には受け入れがたい結果だと悔やんだマニエルはシールズの投球を いい球を投げなきゃいけない時に投げられていたと思うと、評した。6回表、ビクトリーノとダブスの連打で西点3塁となると、レイズはシールズから、右投手のダンウィーラーに傾投した。しかしフィリーズは、左打者のマットステアーズを代打に出さず8番、ペドロ・フェリスにそのまま打たせ、3ゴロで後期を不意にした。7回表、 西二塁で打順が3番チェイスアトリー4番ライアンハワードと左打者が2人続く場面となる。ここでレイズはウィーラーに変えて左投手のデビッド・プライスを投入した。翌日が移動日であり第3戦にもウテンジュニエンの可能性があったことからレイズはプライスに残り2.1イニングを1人で投げ切るよう指示した。プライスは レギュラーシーズンを含めてもこれが9試合目の登板でワールドシリーズ初出場にめちゃくちゃ緊張した。普段の登板では汗もかかないのに今回は帽子をかぶりっぱなしで泳いだみたいに汗でびちょびちょになったと話す。この回はアトリーにストレートの支球を与えたもののハワードを見逃し三振に封じた。プライスはその後8回表には 代打エリック・ブラントレットのソロ本塁打で、9回表には、味方三塁手、ロンゴリアのタイムリーエラーで、それぞれ1点ずつ失ったものの、最後は、アトリーとハワードを打ち取って、逃げ切った。これにより、レイズが球団史上初のワールドシリーズ勝利を手にし、今シリーズは1勝1敗のタイになった。勝ち、JC ロメロ敗、JP ハウエル本塁打ファイ。 カルロス・ルイーズ1号ソロ、チェース・ワトリー2号ソロ、ライアン・ハワード1号ソロ審判、急審、フィールディン・カルブレス、累審、1類、トム・ハリオン、2類、ジェフ・ケロッグ、3類、ティム・チダ、ソトシン、左翼、ティム・ウェルキー、右翼、カーウィン・ダンリー試合開始時刻、東部夏時間午後10時6分試合時間、3時間41分。観客、 45,900人気温、歌詞55度詳細、mlb.com ゲームデー、espn.com、b a s e b a l l d a s h r e f e r e n c e c o m ファングラフスレーズが、第2戦で、デビッド・プライスに2.1イニングと長めの、9円登板をさせたのは、10月25日の、ペンシルベニア州フィラデルフィアで降雨が見込まれており、 もし第3戦が順延になれば休養が1日多く取れるからだった。気象情報サイトの weather.com によると25日の降水確率は第2戦開催日の時点で70%だった。当日は予報通り試合開始予定時刻の午後8時35分になっても雨が降り続けた。しかし MLB 気候コミッショナーのバドセリグは 気象学者や気象チャンネルなどからの情報収集を午前7時より続けており、その情報をもとに順延ではなく、当日中に雨が止むまで待つことを選択した。試合開始予定時刻を過ぎてから実際に雨足が弱まっていき、9時18分には内野に敷かれた雨よけのタープが撤収された。球場のファンはコンコースで、 カレッジフットボールのテレビ中継を見るなどして、時間を潰しながら、試合開始を待ち続けた。テイラー・スウィフトは、ギターの弾き語り形式で、国家読書を行った。当初の予定からおよそ90分遅れで、まず試合前の式典が始まった。アメリカ合衆国国家正常期読書は、テイラー・スウィフトが言った。スウィフトは、ペンシルベニア州。 バークス軍出身で、7年前の11歳頃から、地元のプロ野球チームであるフィリーズ参加 AA 級、レディングの試合で、国家読書を披露するようになっていた。今回の読書についてスウィフトは、故郷の州で、あの時レディングにいた選手もたくさんいるフィリーズのために、歌えるなんて信じられないとしつつ、歌の後半あたりから、膝が震え出して、自分に対して、 お願いだからやらかさないで、お願いだからという感じだったと振り返った。スウィフトは2006年6月に、初、シングル、ティムマグローをリリースしている。曲名の由来となった歌手ティムマグローはこの日、地元青少年組織ボーイズガールズクラブオブフィラデルフィア所属の18歳女性が、始球式のボールをマウンドへ持っていくところに、付き添うという役目を担った。 マグローの父タグは野球選手で1980年シリーズでフィリーズが初優勝を決めた時に最後を占めた同種である。タグは2004年1月に死去しており、マグローはマウンドに父の異界を巻いた。スウィフトはティムがタグを称えた場にいられるのは私にとって記念碑的で特別なことと述べた。そしてマグローらが運んだボールをタグのチームメイトだった。 スティーブ・カールトンが始球式で投げた。一連の式典が終了し、フィリーズの先発投手、ジェイミー・モイヤーがマウンドへ上がった。モイヤーは45歳342日と、シリーズ史上2番目の高齢選手であり、1986年6月16日のデビュー戦では、カールトンと投げ合って、メジャー初勝利を挙げている。その年から数えて、メジャー23年目で、 モイヤーは、ワールドシリーズ初登板の機会を得た。モイヤーが、レーズの先頭打者、岩村明則に初球を投じた時時刻は10時6分だった。当初の予定からは91分遅れ、シリーズ史上最も遅い試合開始時刻になった。モイヤーは、岩村を2球で中飛に打ち取ると、西から3番、カルロスペーニャを死球で歩かせたものの、初回を無失点で終えた。 4番エヴァン・ロンゴリアが三振に倒れた際、フィリーズのファンはエヴァ、エーバ、エーバ、エーバと、同性で、ファーストネームも似た女優の名前を連呼して、ロンゴリアをからかった。その裏、レーズ先発投手マット、ガーザに対しフィリーズ打線は、先頭打者、ジュミー・ロリンズの中前打をきっかけに、無視2.3塁の後期を作る。3番チェイス・アトリーは1頃に倒れたが、 その間に三塁走者ロリンズが生還し、フィリーズが先制点を挙げた。ただ、全2試合の得点圏で、計28打数1安打というフィリーズ打線の後期での弱さは、この回も続き、後続が立たれて、敵地打が出ず、1点止まりで終わった。2回は、お互いに1点を奪う。表のレーズは、先頭打者、カール・クロフォードが二塁打で出塁後に三塁へ盗塁し、 7番、ゲーブ・グロスの犠牲フライで同点に追いついた。その裏、フィリーズは8番、カルロス・ルイーズのソロ本塁打で1点を勝ち越した。3回から5回は1点して、両投手が相手打線を封じる。モイヤーは5回終了時点でヒアンダを2本にとどめ、一方のガーザも、この3イニングは2ヒアンダ1よし9と走者を出しながら、得点はさせなかった。6回表、 モイヤーは2番、BJ アップトンに、サゼンダと盗塁で2塁へ進まれたが、ここの3番ペーニャと4番、ロンゴリアをアウトにして切り抜けた。この日のモイヤーは、80マイルパーアワー台前半の速球や74マイルパーアワーのチェンジアップを駆使して、レーズ打線を翻弄した。1番、岩村は、 日本プロ野球時代の星野信幸や山本正人の対戦経験からもイヤーを攻略しようとしたが、この日は一度も出塁できなかった。また、ペーニャとロンゴリアの二人もこの日は無安打に終わり、これで、今シリーズは二人合わせて22打数で、まだ安打がない。その裏、フィリーズは、先頭打者アトリーと4番ライアンハワードが2者、連続本塁打を放ち、 4から1とレーズを突き放した。シリーズでの2者連続本塁打は2002年以来6年ぶりである。ガーザはフライボールピッチャーだが、宇宙間、左中間の膨らみがないシチズンズバンクパークでは、その投球スタイルが3飛本塁打につながり、今日は打ち上げさせすぎたと述べた。カルロス・ルイーズは2回裏に、勝ち越しのソロ本塁打、9回裏に、 サヨナラの内安打を放った7回表、先頭打者クローフォードがセーフティバントを試みる。打球が一塁線に転がり、モイヤーはグラブトスで一塁へ送球、一塁手ハワードは素手で取った。クローフォードの一塁到達より、ハワードの補給が早かったように見えたが、一塁累進、トム・ハリオンはセーフと判定した。後にハリオンはこのプレイについて、 誤神を認めることとなるが、当時は、走者のセーフ、アウトの判定は、ビデオ判定の対象外だった。自打者ディオナー・ナバーロが二塁打で続いて、無神2.3塁となり、7番グロスの1ゴロで、クロフォードが生還して、レイズが点差を2点に縮めた。ここでフィリーズは系統に入ることを決めた。モイヤーがダグアウトへ戻る際、ファンは、スタンディングオベーションで叩えた。二番手、 チャド・ダービンは8番ジェイソン・バートレットを夕頃に打ち取ったが、三塁走者ナバーロが帰りレイズは1点差に迫った。その裏、レイズの2番手、チャド・ブラッド・フォードは、フィリーズの攻撃を三者凡退で終わらせた。8回表、フィリーズは4番手、ライアン・マドソンをマウンドへ送る。先頭打者アップトンは、内野安打で出塁後、4番。 ロンゴリアの打席で初球に二刀を仕掛けて成功させると、次の球で三刀を試みた。ホシュルイーズの送球が逸れて、ファウルグラウンドを転がり、その間にアップトンが同点のホームを踏んだ。これにより、モイヤーの勝利投手の権利が消滅した。もし勝利投手に慣れていれば、シリーズ史上最年長となるところだった。9回裏、レイズの3番手、JP ハウエルが、 先頭打者、エリック・ブラントレットに支球を与えて出塁させた。レイズはここで、ダブルスイッチを行い、7番、右翼グロスに変えて4番手投手グラント・バルフォアを、9番、投手ハウエルに変えて、右翼手、ベン・ゾブリストを投入した。しかしバルフォアが2球目を冒頭し、保守、ナバーロの2塁への悪送球も重なって、サヨナラの走者ブラントレットが1塁から一気に3塁まで、 進んだ。レイズは、打席の6番シェーンビクトリーのと自打者の代打、グレッグダブスを敬遠して、満塁策を取り、さらに右翼シュ手ブリストを二塁付近で守らせる内野五人シフトを、敷いた。虫満塁で打席には8番ルイーズが立つ。ルイーズは、2ボール2ストライクからの6球目をバットに当てた。詰まったゴロが三塁方向に転がり、走者はスタートを切った。三塁手、 ロンゴリアも前方へ駆け出し、三本間で打球を素手で掴むと、そのまま倒れ込みながら、ホームへ送球した。しかしこの送球が、保守、ナバーロの頭を越え、その、ナバーロの足元で、ブラントレットが滑り込んで生還。フィリーズがさよなら勝利を収めた。フィリーズにとって、この一打は、今シリーズ得点圏33打数目で2本目の安打だった。モイヤーは、 この場面を、クラブハウスのテレビ画面で見ていて、打った瞬間は天井まで飛び上がったと思う、という。ルイーズは、興奮した。内アンダだろうが何だろうが勝ちちゃいいんだと話した。勝ち、ジョー・ブラントン・ハイ、アンディ・ソナンスタイム・ホン・ルイダ・ T ・ B、カール・クロフォード2号ソロ、エリック・ヒンスキー1号ソロ・ファイ、ライアン・ハワード2号3ラン3号2ラン、ジョー・ブラントン1号ソロ、 ジェイソン・ワース1号2ラン審判、球審、トム・ハリオン、類審、1類、ジェフ・ケロッグ、2類、ティム・チダ、3類、ティム・ウェルキー、外審、左翼、カーウィン、ダンディー、右翼、フィールディン・カルブレス試合開始時刻、東部夏時間午後8時31分。試合時間、3時間8分観客、45,903人、気温。 歌詞54度詳細、mlb.com ゲームデー、espn.com、basebal-reference.com l、ファングラフス、ジョー・ブラントンは6点レーニングに失点で、勝利投手となっただけでなく、打撃で、本塁打も放った、シチズンズ・バンク・パークがある一帯には、フィリーズ以外の北米4大プロスポーツリーグチームの、本拠地施設も集まっている。 この日、シチズンズバンクパークで午後8時30分頃から、シリーズ第4戦が始まるのに先立ち、駐車場を挟んで隣接する、リンカーンフィナンシャルフィールドでは午後1時過ぎから、アメリカンフットボール NFL のシーズン第8週として、アトランタファルコンズとフィラデルフィアイーグルスが対戦した。イーグルスの試合でファンは、チームカラーである緑や白の服を着るが、この日はそれに加えて、 フィリーズの帽子をかぶるファンの姿があり、客席には赤も目立った。ファルコンズ新人 QB のマット・ライアンは、ペンシルベニア州、エクストン生まれ、フィラデルフィアのチャータースクール出身で、この日が NFL 入りや土発のフィラデルフィア遠征だった。ライアンは、フィリーズのファンであるが、前日は、 試合に備えるため午後11時には就寝し、シリーズ第3戦のテレビ中継は途中までしか見られなかったという。試合はイーグルスが前半終了間際の逆転以降は優位に進めていった。午後4時15分頃で試合時間が残り2分ほどの時、シチズンズバンクパークのブルペンではブレッド・マイヤーズが投球練習をしていた。マイヤーズはいつもなら イーグルスのチャントが聞こえてくるのに、この日は、フィリーズのチャントだった。ファンは、準備できてるぜって言ってもらったみたいで鳥肌が立ったね、という。イーグルスが27から14でファルコンズを下した後、ヘッドコーチのアンディリードは、記者の、この勝利であなたは、通算100勝を達成しました。次の目標はとの質問に、道路を渡って、ワールドシリーズを見に行くぞ、と答え、 球場へ向かった。前夜に続いてこの試合でも、フィリーズが初回裏に先制点を挙げる。先頭打者、ジミー・ロリンズが二塁打で出塁し、二番ジェイソンは明日の右肘でタッチアップして三塁へ進む。三番チェイス・アトリーは死球で一死一点三塁となる。レーズ先発投手、アンディ・ソナンスタインは、請求に苦しみ、 この3打席はすべてボールカウントを2ボールレーンストライクとしていた。4番ライアン・ハワードはゴロを放ち、ソナンスタインは補給すると3本間でロリンズを強殺しようとした。ロリンズは3塁へ戻ろうとし、ソナンスタインは3塁手、エヴァン・ロンゴリアへ送球した。ロンゴリアがロリンズの尻のあたりにタッチしてからロリンズが3塁に達したように見えたが、3塁累進。 ティム・ウェルキーは、ロリンズの気類を認めて、満塁となった。この判定について、MLB 機構の担当者は翌日、ウェルキーが誤審を認めたと明かした。ソナンスタインはフーンにも、誤審の被害を受けたが、そもそも遊撃手、ジェイソン・バートレットの守備位置や打者走者、ハワードの足が速くないことを考えれば、二類に、送球していれば兵殺が完成していた可能性が、高く。 彼の判断ミスが招いた結果とも言える。満塁の場面で5番パットバレルは子宮を選び、押し出しで、フィリーズが1点を先制した。ただ後続が凡退して、追加点は奪えず、このイニングも得点圏では4打数無安打と、シリーズを通じての後期での弱さはまだ続いていた。3回裏、先頭打者、アトリーのゴローを2いる一種岩村明則が引き。 失策でアトリーが出塁した。自打者、ハワードの全打でアトリーは三塁へ進み、フィリーズが再び得点圏の後期を迎えた。ここで5番バレルと6番シェーンビクトリーのは連続夕日に倒れ、フィリーズの今シリーズ得点圏成績は39打数に安打となった。後期が追いえかけたが、7番ペドロ・フェリスは三遊間を破ってアトリーを返し、 フィリーズが2点目を加えた。4回表、レイズは5番、カール・クロフォードのソロ本塁打で1点ビハインドに戻した。しかしその裏、先頭打者、ロリンズのゴロを岩村が攻逸し、2イニング連続で、失策によって、無視1塁となった。この回は2番ワースの死球で1・2塁となると、1・死後に4番ハワードが3点本塁打を放ち、フィリーズが点差を4点に広げた。 レイズにとっては、岩村の2失策が、いずれも失点に結びついた。岩村はこれについて、3回裏野は、慌てたかな。先発投手に悪いことしたと責任を感じています。4回、裏野は、考えすぎてしまった。エッジに来て、高いバウンドに備えて、グラブを上げすぎたと振り返った。5回表、9番ソナンスタインに打順が回り、エリック・ヒンスキーが、 代打に送られた。レイズはこの日の試合前、クリフ・フロイドが右肩を痛めたことから、急遽フロイドに変えて、ヒンスキーをロースター入りさせていた。ヒンスキーは、ソロ本塁打で期待に応え、ミからゴとした。フィリーズ先発投手、ジョー・ブラントンは、2イニング連続で、味方打線から援護点をもらった直後に失点していた。5回裏、自らの打撃で得点を奪う。 西無双者で打席に立つと、エドウィン・ジャクソンの速球を捉えて、ソロ本塁打とした。シリーズでの投手による本塁打は、1974年シリーズ第4戦での、ケンホルツマンの一打、以来、34年ぶり15本目である。この試合の、両チームの先発ラインナップには、1974年時点で、すでに生まれていた選手は、一人もいなかった。 ブラントンはこの本塁打について目をつぶって目いっぱい振っただけと冗談めかした。その後の投球では6回表を無失点に封じた、あと7回表の先頭打者ベン・ゾブリストに支球を与えたところで降板した。ブラントンは投球について保守のカルロス・ルイーズが配球を全部指示してくれて適切な位置でミットを構えてくれたから、こっちは 機械みたいにただ投げ続けるだけでよかったと話した。ブラントン降板後、フィリーズは4投手の系投で、残りの3イニングを抑えた。フィリーズ打線は8回裏、2番ワースと4番ハワードが、それぞれ2点本塁打を放ち、得点を2桁に乗せた。ハワードは1試合で2本塁打、5打点を記録した。これを達成したのは、シリーズ史上。 1996年シリーズ第一戦のアンドリュー・ジョーンズ以来12年ぶり8人目である。こうしてフィリーズが10から2で勝利し、28年ぶりのシリーズ制覇に王手をかけた。勝ち、J.C. ロメロ杯、J.P. ハウエル S、ブラッドリッチ本イダ TV、ロッコバルデッリ1号ソロ審判、9審、ジェフ・ケロッグ、類審、1類、ティム・チダ、2類、 ティム・ウェルキー、三塁、カーウィン、ダンリー、ソトシン、左翼、フィールディン・カルブレス、右翼、トム・ハリオン試合開始時刻、東部夏時間午後8時30分。試合時間、3時間28分観客、45,940人、気温、歌詞47度詳細、mlb.com ゲームデイ espn.com。ES baseballd-reference.com ファングラフス27日6回表終了後に試合が中断しシチズンズバンクパークの内野に雨よけのタープが敷かれた試合再開まではこのまま2日後まで待つこととなるこの日試合前の打撃練習時にはすでに雨が降り始めていたしかし MLB 気候コミッショナーのバドセリグは 気候やフィリーズがそれぞれ契約している気象情報サービス計算者から雨は降るにしても9イニング終了まで試合続行が可能な程度との意見をもらい第5戦の開催を決めた。またセリグは両球団の GM や監督を集めて会合しこの試合は途中でコールドゲームとせず9イニングやりきることで合意した。ただ、アキュウェザーの予報士、ジョーバスターディは 自身のブログに試合の順延を推奨する記事を開始2時間前に投稿していた。先発投手は両チームとも第一戦と同じくフィリーズがコール・ハメルズ、レイズがスコット・カズミアー。初回表、ハメルズはレイズ打線を三者凡体に封じる。その裏、カズミアーが請球を乱し、二支球と一支球で西万塁の危機を招く。 5番パットバレルに支球を与えた打席では、球進ジェフ・ケロッグが際どい投球を2球連続で、ボールと判定し、カズミアーが苛立ちをあらわにしたため、一類種、カルロスペーニアと、ホシュディオナーナ・バードが斜めに行くという場面もあった。ここで6番シェーン・ビクトリーノは、2ボール1ストライクからの4球目をサゼンへ運び、2走者を返す先制的時だとした。さらにフィリーズは、7番、 ペドロ・フェリスのサゼンダで、再び満塁としたが、8番、カルロス・ルイーズはサヒに倒れ、追加点は奪えなかった。カズミアーはこのイニングを乗り切ると、2回裏は西から2番ジェイソン・マースに、サゼンダを許したものの無失点、3回裏はに、脱三振で三者凡退に封じた。今ポストシーズンの過去4試合で、 カズミアーのイニング別防御率を見ると、初回が13.50なのに対し2回以降は2.04となっており、この日の序盤3イニングもそれを象徴するような展開だった。一方のハメルズは、レーズ打線1巡目の9打者中8人をアウトにし、最初の3イニングを無失点に抑えた。試合前からの雨は降りやまず、時間が進むにつれて気温も下がっていった。 レイズの救援サワン、トレバー・ミラーは、もし自分がコミッショナーだったら、どの時点で試合を止めていたかと問われ、4回までにはと、答えている。その4回表、レイズは4番ペーニャが、右翼フェンス直撃の二塁打を放つと、5番エヴァン・ロンゴリアが、中前打で、ペーニャを生還させ、1点を返した。この二人は、2回表に揃って凡退した時点で、合わせて、 今シリーズ31打数無安打であり、4回表の1打が、共に初安打だった。フィリーズはその裏、2試1塁から2試9で満塁とする。しかしカズミアーは3番チェイスアトリーを2頃に打ち取り、追加点を阻止した。この攻撃で、ハメルズは1試1塁で打席に立つと、犠牲版と失敗で走者となり、イニング終了まで雨にさらされ続けたが、5回表は3人で、 終わらせた。ただ、寒さや雨がハメルズの投球に影響しなかったかといえば、そうではなく、ボールが滑るためカーブは投げないようにし、決め球のチェンジアップも握りを変えていたという。レイズは、カズミアの打順で代打を送らず、5回裏も続投させた。だが先頭打者ライアンハワードから2者連続支球を与えたため、レイズはカズミアを諦めて、 グラント・バルフォアに、系統、後続を断って1点差を保った。雨が強まる中で、グラウンドキーパーは、格子交代の旅フィールドに砂を撒いて、状態維持に努めた。それでも、6回表にはフィールドに、水たまりが浮かんだ。この回、西無双者から3番、BJ アップトンが出塁する。ゴロの打球を、遊撃手、ジミー・ロリンズが取ったが、送球しようとしたところで、 ボールが手につかず、内野安打となった。ハメルズは、雨が降っていなければロリンズはこの打球を普通に処理して、アウトにしていたはずだと確信する。一塁走者、アップトンに対しては、牽制を4球続けた。一塁主ハワードは、ボールを投げ返すとき、寒さで手の感覚がなかった。コールがどうやって投げたんだかわからないという。度重なる牽制にもかかわらず、アップトンは、 初級に投塁を仕掛けて成功させ、二塁へ進む。そして、ペーニャのサゼンダで同点のホームを踏んだ。この後5番、ロンゴリアの中飛で、イニングが終わると、内野に雨よけのタープが敷かれて試合が中断。そのまま30分後の午後11時10分に、サスペンデッドゲームが宣告された。試合がサスペンデッドとなるのは、シリーズ史上初めてである。 高校のフィリーズがリードして5回表が終わった時点で試合は成立していた。それにもかかわらず雨が降り続ける中で6回表も試合を続行したのはコールドゲームでの優勝決定を避けるためにレイズが同点に追いつくのを待っていたのではないかとの疑念がフィリーズ一部選手の間で持ち上がった。試合前にセリグが両球団主のオーラと協議して決めた。 この試合は途中でコールドゲームとせず9イニングやりきるという方針が選手には伝わっていなかったようである。中断後の記者会見でセリグはたとえ6回表に同点とはならなくても試合を中断していたと述べた。フィリーズでは監督のチャーリー・マニエルをはじめロリンズやバレルラがノーコメントだった一方、ハメルズは コールドゲームで優勝しても嬉しくないだろうねと中断を指示した。ロンゴリアはフィリーズが試合を優勢に進めていたことからこの決定を受け入れるのは彼らの方が難しいんじゃないかと相手の心情を押し量った。セリグは再開後の試合の舞台をドーム球場のトロピカーナフィールドへ移す可能性について感謝祭まで待つことになってもここにいるよと否定した。 これに慌てたのが、レイズの遠征担当者だった。レイズは、第5戦終了後に、本拠地へ戻るつもりでいたため、この日の宿泊先を確保してなかったのである。担当者は、市内だけでなく隣接するニュージャージー州も含めて、20以上のホテルに連絡を取ったが、チームを受け入れられるほどの客室の空きは、どこにもなかった。その後、車で35分ほどの位置にある、 デラウェア州ウィルミントンのホテルデュポンが候補に浮上した。担当者が電話をかけたところ、電話口の女性は事情を飲み込めず、冗談ですかと答えたため、担当者は、いえ、本気です。テレビをワールドシリーズ中継にしてください。私の言うことがわかりますからと説得したという。このホテルに90部屋の余裕があったため、受け入れが決まり、 レーズは翌日午前1時ごろ、4台のチームバスで、新しい宿舎に到着した。中断から一夜明けた28日、ペンシルベニア州や隣接するニュージャージー州、ニューヨーク州にまたがる範囲が、冬の嵐に見舞われた。ウェザーチャンネルの予報によれば、この日夜のフィラデルフィアは、気温下市37度下市44度、降水確率50%。 風速40マイルパーアワーが見込まれていた。MLB 機構はこの日の第5戦再開を諦め、翌29日へ順延した。この日は両チームとも練習を行わず、休養に当てて、翌日の試合再開に備えた。フィリーズの優勝が決定し、選手たちはマウンド付近で折り重なるように集まって喜んだ29日は、本来であれば、ドーム球場のトロピカーナフィールドで、 第6戦が開催される予定だった。この日、屋根なし球場のシチズンズバンクパークでも試合の実施が可能な程度に天候が回復したため、第5戦は午後8時37分に再開されると MLB 機構が発表した。実際に試合が再開されたのは、そこから3分遅れの午後8時40分だった。この第5戦で、レーズが勝った場合、第6戦は、 移動日を挟まずに、翌30日、トロピカーナフィールドで開催される。6回裏、レイズは2番手、投手グラントバルフォアを、中1日で続投させる。フィリーズ打線は9番、投手のコールハメルズから始まる打順で、ジェフ・ジェンキンスを代打に送った。先発投手のハメルズは2日前に75球を投じており、救援投手のバルフォアと違って、 中 1>, 1日での続投は不可能だった。フィリーズ GM のパッド・ギリックは2日前の中断時点でハメルズをここで下げるのは残念と話していた。ジェンキンスはこの2日間グレッグ・ダブスやマット・ステアーズラと誰が代打で出るのかずっと話し合っていたというが監督のチャーリー・マニエルはバルフォアが速球を低め投げる傾向を把握し その球が得意なジェンキンスを選んだ。ジェンキンスは、フルカウントからの6球目、速球を捉えて、宇宙間を破る二塁打で出塁する。自打者、ジミー・ロリンズが、初球に、犠牲バントを決めて一死三塁とした後、二番ジェイソン・ワースは二塁後方へ、フライを打ち上げた。二塁手、岩村明則がこの打球を配送しながら追い、最後は、 バスケットキャッチを試みたもののこぼして、三塁走者、ジェンキンスが勝ち越しのホームを踏んだ。ジェンキンスの安打は9月28日以来、得点は8月11日以来だった。レーズは、サワン、JP ハウエルに傾投して、後続を立つと、7回表す具に同点に戻す。フィリーズの2番手、トーシュライアン・マドソンから、7番、ロッコバルデッリが、ソロ本塁打を放った。 さらに、自打者ジェイソン・バートレットがサゼンダで出塁すると、レイズは9番ハウェルに代打を出さず、犠牲バントをさせて西2塁と勝ち越しの走者を、得点圏へ進めた。左打者の1番、岩村を打席に迎え、フィリーズは、右のマドソンから、左のジェイシー・ロメロへ傾投した。岩村は2球目を、ゴロデに勇敢へ弾き返す。二塁手チェイス・アトリーは、 逆シングルでこの打球を取った。この時アトリーは、一塁への送球は、うまくいっても、かなり際どいプレーになると判断していた。レーズ三塁コーチのトムフォーリーは腕を回し、二塁、走者バートレットに、本塁突入を指示した。アトリーは一塁へ送球すると見せかけて、腕を振ったままボールを手から離さず、すぐさま本塁へ送球した。送球は、ワンバウンドで、 保守カルロス・ルイーズのミットに収まり、バートレットは、ファウルラインの内側へ回り込んで生還を狙ったものの、ルイーズのタッチをかわせず、3アウトとなった。アトリーの起点によりレイズの逆転が阻止され、同点のまま試合は7回裏へ進む。その7回裏、フィリーズ打線は、先頭の5番パット・バレルから、右打者が4人続く。レイズは、表の攻撃で、ハウエルに代打を出しておらず、 この回ハウエルを続投させた。バレルら4人はいずれもこの年、対右投手より、対左投手の方が好成績を残していた。バレルは外角へのカーブを打ち返し、中堅フェンス最上部を直撃する二塁だとした。ハウエルは、バレルが体を、やや本塁側に傾けて打席に立っていたことから、外角狙いに気づくべきだったと悔やむ。レイズはここで、ハウエルから、 右のチャドブラッドフォードに傾投し、フィリーズもバレルの代走にエリック・ブラントレットを出した。6番シェーン・ビクトリーのアバントを失敗しつつストライクに追い込まれたものの、2ゴロでブラントレットを3塁へ進めた。そして7番、ペドロ・フェリスが2球目を中前へ運び、3塁走者、ブラントレットを返して、フィリーズに勝ち越し点をもたらした。フェリスは、この一打を、 野球人生で最高の瞬間と振り返った。8回表、フィリーズはロメロを続投させた。ロメロは、先頭打者、カール・クロフォードに、中前打での出塁を許し、同点の走者を背負ったが、自打者、BJ アップトンを1球で、夕ロ閉殺に打ち取り、このイニングを3人で終わらせた。その裏、レイズは、デビッド・プライスを登板させ、1点ビハインドを保った。 9回表、フィリーズのマウンドには抑え投手ブラッドリッチが立った。145に6番ディオナー・ナバーロがウゼンダで出塁し、ナバーロには、ダイソー・フェルナンド・ペレスが、7番・バルデッリには、ダイダベン・ゾブリストが送られた。ペレスは3球目に盗塁を決めて得点圏へ進む。その次の投球、内角低めへのスライダーを、ゾブリストが引っ張った。ゾブリストが、手応えは十分。 という打球は、しかし右翼シュワースの正面へ飛んで西締めのライナーとなった。8番バートレットに代打エリック・ヒンスキーが出され、フィリーズのダグアウトからは、投手コーチのリッチ・ダビーが出てきて、リッチと話した。リッチは、ダビーに、最後にヒンスキーと対戦したのは、数年前で、速球をフェンス直撃の当たりにされた。同じ失敗はしないよと話したんだけど、こんなにも、 論理的かつ冷静に物を言えたことに自分自身驚いたという。リッチはスライダー一辺との攻めでヒンスキーを3球三振に仕留め、フィリーズが28年ぶり2度目の優勝を決めた。シリーズ MVP はハメルズが受賞した。ハメルズは今シリーズに先立つナショナルリーグ優勝決定戦でもシリーズ MVP に選出されている。 両シリーズ MVP を同じ年に受賞するのは、ハメルズが11年ぶり史上5人目である。アメリカ合衆国におけるテレビ中継は FOX が放送した。実況は、ジョーバックが、解説は、ティム・マッカーバーが、フィールドリポートは、クリス・マイヤーズとケンロー・ゼンタールが、それぞれ務めた。全員5試合の平均視聴率は8.4%と、 2006年シリーズの10.1%を下回り歴代最低となった。今シリーズの視聴率についてはもともとロサンゼルスドジャースやボストンレッドソックスなどの人気球団が出場しないため最低記録を更新するとの予測が開幕前から一部でなされていたが実際にその通りになった。またこの数字は6月に ABC が中継した。 バスケットボール NBA ファイナルの視聴率より低かった。ワールドシリーズ中継の視聴率が同じ年の NBA ファイナル中継を下回るのは1998年以来10年ぶりだった。その一方でフォックスにとっては通常の番組編成よりは多くの視聴者を獲得できてもいる。フォックスのプライムタイム週間平均視聴者数は MLB ポストシーズン中継が始まる直前の9月29日から10月5日が645万人だったのに対しシリーズ第5戦を含む10月27日から11月2日は953万人だった10月25日ケーブルテレビ配信会社コムキャストの設備に不具合が発生したその結果フィリーズの地元ペンシルベニア州 フィラデルフィアやニュージャージー州、サウスジャージーなどで、同社契約者のテレビが15分から25分程度映らなくなり、6回裏のチェース・アトリーとライアン・ハワードによる連続本塁打を見逃したファンが続出した。コムキャストの通信部門長、ベスバッシャは、契約者の皆様に対し、深くお詫び申し上げます。そのうちどれだけの方々が、 フィリーズ戦をご覧になっていたか承知していますと、謝罪した。当初の日程通りに試合が行われ、かつ、第5戦を終えてもシリーズに決着がついていなかった場合、第6戦は10月29日に予定されていた。この試合の開始予定時刻は、当初は午後8時20分だったが、後に15分繰り下げられて8時35分になった。 これは、アメリカ合衆国大統領選挙の投票日を6日後に、控える。この日、民主党候補者、バラク・オバマ陣営が、フォックスの放送枠を午後8時から30分間、買い取ったためである。第5戦が、サスペンデッドゲームとなり、再開が29日に決まった際も、再開予定時刻は午後8時37分となった。オバマ陣営は、同日、同時間帯の放送枠を、 フォックス以外にも買い取っており、最終的に当日、インフォマーシャル番組アメリカンストーリーズ、アメリカンソリューションズを同時放送したのは、計7曲に上った。共和党候補者、ジョン・マケインは、私が大統領になったら、インフォマーシャル番組のためにワールドシリーズの開始を遅らせるなんてことはさせないと批判した。日本での生中継の放送は、 日本放送協会の衛星放送チャンネル衛星第1テレビジョンで行われた。実況は竹林博士が、解説は伊藤つとが、それぞれ務めた。伊藤はシリーズ開幕前、アメリカンリーグ優勝決定戦でのレーズの勝ちぶりを、結束力もすごく高まったと思うんです。もう怖いもの、なしというかねと表して、 レーズのワールドシリーズ制覇を予想していたが、結果は外れた。ありがとうございます。